こういう狂った世の中です。黙っておれん。僕は年を取ったからね、本当は安らかに余生は送りたいんです、静かに。けれどもそれができない。日本の国は潰れていくのを目の前に見ていて黙っておれんじゃないですか。日本は戦争に負けてめちゃくちゃになった。その時に僕は戦争の前と同じ日本人らしい魂を持って内閣の敵と戦ってきて、 戦争前も戦争中も戦後もそれをだね、一部のマスコミが馬鹿者ども、新聞記者よくせ、生意気な、何も分かりませんくせに、社をバックにして、のぼし上がってん。僕を反動だの、軍国主義だの、封建主義だの、暴力主義だの、悪者扱いして、みんなで寄ってたかって禁止してしまってん。僕が選挙で落ちるのは、マスコミに消されとん。